というわけで、今日もこのジェニーリクルをやっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。まあじゃあ早速ですけどやっていきましょう。スタート。再開。というわけで、前回ね、この図書館で本当に殺人事件が起きたんだよね。このカーテンの下に、まあ、かわいそうだけど、学長が亡くなっていて。で、ジェニーリクルの推理によると、もう本当についさっきこれは起きたみたいだったんで、犯人はまだこの図書館の中にいると予想した瞬間に、この窓から犯人が逃げていったんだよね。だからそれから今、その犯人を追いかけようとしてるんだけど、どうなるのかな、本当に。でも早速行きましょうか。カーテンを登る。本当普通に登ってるな、これ。危ないよ。危ない。めっちゃ高いじゃん。しかも、こんなところから落ちるだけで死んじゃいそうだけど。ていうか、犯人もよくこんなところから逃げたよね。忍者かよ。あ、うわ、すごい、怖い怖い怖い。めっちゃ怖い。なんか普通に自動的にジャンプしてたけど、操作と関係なく。あ、怖い怖い。これは怖いな。遠くから警察のサイレンが近づいてくるのが聞こえた。誰かが通報者に違いない。え、もう警察が来てるの？でも通報した人なんて誰だろう。今のところこの事件に関わってる人間ってジニー・レクルーと犯人ぐらいしかいないと思うんだけど、生きてる中では。私が殺人犯を捕まえて警察が到着するまで取り押さえてやる。できるかなんてか、ここから降りるだけでも怖いよ。犯人もどうやってこんなところからこんなところから降りたんだよ。ちょっと噛んでるけど、殺人犯を追いかけるのは少女には少し苦々かった。うん、そうですけど、ちょっとあなた止まりなさい。え、今見えてるの、視界に。死んだ。さすがに死んでないと思うけど。あの高さから落下したにもかかわらず、特に骨折することもなかったが、そうだよ、あれだけで死んじゃいそうだよ。ジェニーも敗北感でいっぱいだった。でもなんか手が赤っぽくなってるけど、これ血？もしかして。どうかな。サイレンの音が大きくなり、ジェニーにも保安官が到着するのも時間の問題だと気づいた。それに助けを呼ばなかったことを説明させられるのも分かっていた。ああ、やっぱりさすがに追跡はできなかったか。しかし何より犯人を逃がしてしまったことをジェニーは後悔していた。まあ、怪我はなかったとしてもあんなところから落ちたら、そりゃすぐ追いかけれないか、ダメージはあるだろうし。徐々に意識が薄れていく中で、ジェニーは見慣れた声を聞いた。あ、もう意識さえ失いそうなんだ。心配そうな優しい心落ち着く声を。誰だろう、ジェニー？え？母親？ジェニー、大丈夫？え？なんかこんな効果音とともに現れるのはちょっと怖いけど、まさか犯人じゃないよね、本当に。ジェニー、一体何をしたの？母さん、あ、普通にまだ意識あったんだ。動くな！お、怖い怖い怖い。でも、何が起きるんだろうね、本当に。お前を逮捕する、なんでだよ。お前って誰しかも。ジュリーのこと？ジュリーって、まあジェニーのお母さんはジュリーって言うんだけど、なんてことん？なんだこれ、どこだ。すごい血が滴り落ちているような感じがするけど、これ本当に何が起きてるの、これ誰。めっちゃスニーカーが血まみれになってる。彼を殺してしまった。え、誰これ。お前この小説を書いてとされる作者じゃん。まあその通り、このね、ジェニー・リクルっていう物語は、本当はこのね、フランケンシュタインじゃないけど、なんかそういうっぽい名前の人が書いている物語なんだよね。違う違う。殺人？アーサートンで？あ、めっちゃなんか、ジャムの舐め方が怖えよ。こんなのはジェニー・リクルの話じゃない。うん、まあ、そうだね。ストラスベリー学長が哀れた。あ、これって今までこの作者の中の頭で描かれていた物語なんだ。一体何を考えていたんだ。完全にやりすぎだ。まあこの作者さんが、ね、今まで描いていたジェニー・レクルっていうのは本当にただのほんというか平和的な物語だったんだけど、それをなんか編集者か何かにもっとすごいドラマティックな話にしろとか強制されて、まあいやいや考えてんだよね。強制されてっていう方はさすがに言い過ぎかもしれないけど、でちょっと今までとは違うようなサスペンス的な感じになったんだよね。まあこの作者の頭の中では一息ついた方がいいようだ。ルーファス、おいで散歩に行こう。ルーファスって犬だっけ。頭をすっきりさせてジャムをきれいにしよう。
この人普段からこんな風に食べてんのかな、ジャムを。あ、ルーファスかわいい。ジャム単体で食べても美味しいとはあんま思わないと思うけどね。まあでもあのこの作者は美味しいと思うんだろうね。あ、これは調べられるな。作者のまあデスクってやつかな。いろいろ見れるけど、まあ一応見ていこうか。筆記用具とか関係ないよね。これ何？あ、学長のなんかなくなってるような絵があるけど、なんか撮っていただけだね。なんだろう、これはもう適当に全部撮っていけばいいのかな。あ、指輪イコール重要って書いてある。あ、でも図書館のなんかはしごを移動させるレールのところに指輪が引っかかっていたんだよね。あれやっぱ重要なんだ。あ、コップもなんか、あ、ステッカーがある。ステッカーっていうか収集要素かな。ゲット。まあ、これはここでは見れないけどオプション的なところで見れるんだよね。ジェニー死亡ってかおかしいよね、主人公が死んじゃうっていうのが。まあだから今この作者の中で思い描いていたサスペンス的な物語をこんなものはダメだって感じで。あ、やばい、墨がこぼれた。墨っていうかインクか。墨って言ったら日本の書道っぽいよね。あ、でもこれでなんかまた物語が展開するのかな。続きはすごい気になるけどね。うん。あ、なになにこれ、ジェニーがいるけどすごい緑っぽい世界。あ、動かせる一応。これ何かな、気を失ったジェニーの夢かな。ただひたすら前に歩いていくけど、こんな夢見たことないよね、現実でも。人によっては見んのかな。あ、なになになにこれ、すごいなんかのページの線の上を歩いてるような。え、なにこれ。あ、新聞的なこと、これもしかして殺人。あ、よく見たら上の方に英語でアーサートンタイムズって書いてあるから、やっぱ新聞だよね。あ、でもこんな描写をするんだ、表現っていうか。この新聞はおそらく現実のものなんだろうね。学長がアーサートンで殺されたっていう新聞が報じられて、でも犯人は本当にジェニーのお母さんが犯人扱いってことになったのかな。え、これ端っこの方まで来ちゃったけど、あ、落ちちゃった。え、大丈夫大丈夫、前回の図書館の窓から落ちたけど、よく落ちるな。なんか面白いけどね、なんか落ちるな。なんだなんだこれ、なぜあそこにいたんだ。あ、これ警官か、お前を逮捕するとか言ってたやつ。どうしよう、これ普通に真実でいいのかな。うち夢の中だからあんま関係ないかもしれないけど、言ったでしょ、母さんを探していたの。うん、その通りだよね。なぜだ、なぜだって、そんな普通に探すでしょ。一緒に採点をすることになっていたの。いつ母さんに会わせてくれますか。あー、ってことはこれはもうお母さんがやっぱり逮捕された流れなのかな。犯行現場を荒らせなかったか。あ、これは痛いところを突かれたね。これも真実の方がいいのかな。学長は怪我をしていただけだったかも。あ、そうか、そういうまあ言い分は通るのか。まあ当時ジェニーは完全に学長が亡くなっているという判断しておいて探していたから、まあ言い訳でしかないかもしれないけど、ただ助けたかっただけです。母さんと話がしたいの。なになになに、もうたくさんだ、怖すぎるよ。お前は俺に嘘をついている。あ、まあそれはさすがに否定できないけど、めっちゃ怖いな、こんな小学生か中学生ぐらいの女の子相手に。これ、あ、動かせろこれ。これこんな警察もこんなでかいわけないから、さすがにこれもやっぱ夢の中なんだろうね。あ、机の下をくぐって逃げ出そうとしてる。うわ、めっちゃ見てるじゃん、めっちゃ怖いな。ていうかこいつの体この部屋に収まってないじゃん、どうなってんだよ構造的に。あ、でも違う部屋に出た。もうここもここでなんか怖いんだろうな、暗い夢の中の世界だと思うけど、微妙に現実を回想してるんでもあるんだろうね、今この夢っていうのは。あの図書館の窓から落ちて気を失ってからしばらくの時が経過しているのかな。これもずっと前に進んでるけど何も起こらないな。これ前に進んでるんでいいんだよね。あ、なんか起きて起きて、あ、お母さんじゃん、ジュリー・リクル。ね、名前似てんだよね。主人公がジェニーでお母さんがジュリーって言うんだよね確か。あ、走ってる走ってる、お母さんに会いたいよねそりゃ。実際ここまで来て本当にお母さんが犯人ってわけもないと思うし、どうなんだろう。あ、手が繋がりそうだけど、あ、なんか邪魔された。あ、これ檻じゃん、
牢屋の。うわ、これでもう会えないんだ。夢の中でも。夢の中ぐらい会いたいだろうに。ああ、なんかすごい悲しそう。あ、でもやっぱ起き上がるんだ。でもこれ、やっぱり断片的だけど、夢の中の話だけど、図書館から落ちた後に意識を失って何が起きたかっていうのは、断片的に分かってくるよね。この世界を歩いていたら。あ、でもなんか明かりがちょっとあるから、ちょっとマシになるのかな。足音がちょっと怖いな。なになになに、あ、キースくんだ。キース。キース。Please, look at me. ねえ、こっちを見て。あー、やっぱこれなんかスーツっぽいもの着てるから。キース、wait! やっぱお葬式があったんだよね。学長の。まあ、キースくんは学長のね、子供さんだから。キース、待って。で、そのね、しかも学長を殺した犯人とされる人が、親友のジェニーのお母さんっていうことになってるからね、おそらく。どうにももう、心の整理がつかないよね、キース君も。あ、なんかいろいろ文字がある。彼女がここにいるのは信じられない復讐だったんだとか、彼の仕事が欲しかったんだとか、愛人だったのかなとか、めちゃくちゃ最悪の噂じゃん。まあ、ジェニーはジュリーの娘さんだから、まあ、そのジュリーが殺したとされているから、殺人犯の娘が葬式に来んなよみたいなことを、まあ、言われたんだろうね。うわ、怖いなぁ。まあ、どこまで本人を気にしてるかわかんないけど。え、なになになに、またなんか、あ、すごい。なんか倒れた倒れた。なになにこの箱みたいな。え、ジェニーどこ行ったの？すごい暗闇に落ちていったけど。ん？なんだなんだ？すごいショッキングな、本当に怖い展開になったんだね、あの後。何このなんか変な化け物みたいな。なんか紙切れみたいなのが頭についてるけど。なんだろう。これはもう何も関係ないのかな？通り過ぎていいのかな？なんかあれかな？いわゆる、送信機に来た他の奴らがなんかこういうこと言ったのかな？何これ掴むって。掴んで何に起きるの？ん？なんか、あ、こいつを引っ張れるけど。なんだこれ、引っ張ってどうしろって言うんだ。こいつなんか近づけたらなんか起きんの？ん？あ、なんか、え？何何何何が起きたこれ。あ、でもなんか、何か首がむけてみたいで怖かったけど、紙と紙のピースが繋がったね、パズルみたいに。ちょっと怖いけど、これはこれで。これ、ん？いや、これはこれでいいのか。え、なんかこういう化け物みたいなものを、またここに引っ張ってきて、パズルみたいにあの絵柄を合わせんのかな。怖いな。この先にまたなんかいるのかな。ん？止まっちゃった。あれ、これ、これより先に行けないわ。ってことは、戻るのか。あ、一応そうだ、これ走れるんだよね。丸ボタンを押しながら移動したら。こっちの方に、あ、いたわ。いたいた。で、こいつも引っ張ってきて、あそこのところに持っていったらまた絵が一枚繋がるのかな？パズルのように。怖いんだよね、これ首がもげたみたいで。何これ、どういう写真？目にバッテンがついてるけど。あ、これもしかしてジェニーの親かな？え、でもなんでこんな写真が今、やばいよ、なんかすごい、牙が生えてる写真から、なんかミミックみたいになって。なんか、あ、これ走るよ、走って逃げよう。逃げるんだよね、これ。怖い怖い怖い、なんかミミックみたいな。に、え、しかも追いつかれそう。え、やばいやばいやばい。え、これどうしようもないよね、でも。一応全速力で走っていたし。どうなるのこれ。しかもなんかムカデみたいな足がいっぱいついていて怖かったな。え？終わりじゃないよね、今の。あ、恐ろしい夢だった。あ、やっぱ夢だったんだ。よかった。ストラスベリー学長が死んだ？え、そこから夢なの？でもおそらくそうじゃないんだろうな。母さんが牢屋に入った。キースが二度と私の顔を見たくないと言った。ああ、そんなこと言われたんだ。まあ、キース君の心情を考えたら、整理ができないとはいえ、心の。まあ、今は見たくないって言ったんだね。
そして何よりも恐ろしかったのが、巨大で邪悪なテディビアの軍隊に取り囲まれたことよ。そんなことあったっけ？夢の中の話かな？今じゃん。なんか豚っぽいの見るけど、めっちゃ悲鳴上げてるな。いやーテディベアっていうか、やっぱ豚も結構いるよね。クマだけじゃなくて。残念ながら全て真実だった。テディベアも含めて。これはそもそもジェニーのベッドかな。私の目が何かおかしくなった。何もかもピンク色に見える。これ普段からあるもんじゃないの、このテディベアとか。ジェニーの目は問題なかった。部屋中がピンク色なのだ。ピンクの可愛らしいおもちゃ、ピンクの家具。これってジェニーの部屋なのかな、それか全く別人の部屋に今厄介になってるっていうか、止まってるっていうかな、そんな感じなのかな。ピンクの服、ピンクばっかりじゃん。そしてピンクのハートで覆われた10代の憧れの的、ペルビス・クレスリーの手書きのオマージュ、まあ、なんか歌手かな、スター歌手みたいな。10代の女の子が憧れるものだらけ。あ、でもそっか、まあ、ジュリーじゃなくてこのジェニーっておそらく父親は亡くなっているから母親との二人暮らしだったわけだよね。その母親が多分逮捕されちゃってるから、他の家で今一応住ませてもらってるのかな。かわいそうだけど。まるでマシュマロが爆発したみたい。こんな言い分だからやっぱりジェニーの部屋じゃないんだろうね、本来の。この時点でジェニーは自分がどこにいたかを思い出した。私はなぜこんなところに、何が起こったの、それにこのおぞましい音楽は何。おぞましくはないと思うけど、こんな騒音が流れていては考えがまとまらない。あ、とりあえずこのベッドから出るんだ。あ、パジャマだ。これは私の服じゃない。ここで寝た記憶すらないの。それに私のジャーナルは、亡くなったのもそれだけじゃなかった。まあ、ジャーナルって探偵手帳的なやつだよね。学長の指輪ポケットに入れておいたのに。これってどういうことかな。本当に図書館で落ちてから気を失って今目覚めたのかな。ちょっと時系列は分からないけど、とりあえずこっち行ってみようかな。すごいな、でもめちゃくちゃ広い部屋だよね、ゲームとはいえ。あ、でもここシャンデリアあるじゃん。なんかこのアーサートン特有で取れるクリスタルを使った、結構高価なもんだと思うんだけど、まあ見るからに部屋もでっかいし家もでっかいし、すごい、まあなんかアーサートンの富裕層の家なのかな、ここは。ちょっとあっち行っても何も調べれなかったら、調べれなかったから普通に戻ってみようか。うん、でとりあえず音楽を消せばいいのかな、このレコード的なやつで。ひどい音楽を止める。あ、止まった。まあすごい人気らしいけど、このレコードは回す。僕が愛するファン。そうそう、誰もが待ちぼかれたヒット曲の続編だ。僕は大スターで君はただのファンだけど、僕らはいつか一緒になれるかもしれない。なんか思わせぶりなこと言うね。いや、こんな曲を誰が買うの。うん、これ回すけど回しても意味ないんだよね。回してもなんか音楽が鳴るわけでもないし。本当に出ようか。うん、何何、他にも気になる点が。なんかドアからなんか鍵穴から音が聞こえる。廊下から囁き声が聞こえる。調べてみないと。こんな距離あんのに、あんな鍵穴からちょっと聞こえる囁き声を聞き取ったんだ、すごいな。で、まあでもなんかよからぬことを言われてるんだろうね。殺人犯の娘だとかなんとか。実際まだそれが決まったわけではないけど、考えすぎかな。ドアを開ける。ん、鍵が閉まってる。外側から鍵がかかってる。監禁じゃんそれは。もうこんな悪夢のような恐ろしい部屋に子供を閉じ込めるなんて。あ、でも聞き耳を立ててる。いや違う、目を見てるのか、鍵穴から。実際ドアの鍵穴ってこんな筒抜けに見えるとは思えないけど、まあ、こういう構造の鍵穴もあんのかな。ジェニーは小さな鍵穴から覗いていた。ジェニーは目を鍵穴にぴったりと合わせると、
ウィンストン・レクルーのがっしりした体が目に入ってきた。レクルーっていうことは、なんか、ジェニー・レクルーの親戚かな？アーサー君で長年にわたり保安官を務めているジェニーのおじいさん。おじいさん？おじいさん、こんな方いいの？あ、いや、うん、これでも逮捕だって言って捕まえたじゃん。ジェニーズ・レレーションシップ・ウィズ・グランファーザー・ウォズ・コンテンシャス。図書館から落ちた時に、ウィーストン・レクルー、ルール第一、ユーモアを信用しない。関係ない。子猫に目がない。子猫は大好きなんだ。可愛いな。控えめに言っても、ジェニーと祖父の間柄はいいとは言えず、喧嘩ばかりだった。ああ、そうなんだ。おじいさんって言っても全然、倹約といえば倹約なのかな。おじいさんは厳しく、冗談の通じない人で、何よりも名誉、伝統、そして法を大切にしていた。いや、怖いな。時には家族よりも。だが、一体祖父はここで何をしているのだろう。まあ、警察だからね、おそらく。家族だけ贔屓にして、法律を適用せず見逃すとかできないわね。家族が悪事を働いたら誰と話をしているのだろう。まあ誰これ。フローレンス・グラッツ、全く初めての人物だと思うけど、グラッツって書いてあるから噂のグラッツ財団の一員かな。一員とか一人かな。影響力の強い社交界の花、寛大な博愛主義者、怪しいくらい白いや、なんかホワイトニングしたのかな歯を。フローレンスとリチャード・グラッツ夫妻夫婦は町一番の大富豪であり、大きな影響力の持ち主だ。リチャード・グラッツ、その人物はおそらくまだ出てきていないと思うけど、そのリチャード・グラッツさんの、まあ、奥さんっていうのかな、この人は。フローレンスさんは2人の会社であるグラッツ採掘供給株式会社はアーサートンで最も古い会社だ。へえ、一番でかいだけでもなくて一番古い会社でもあるんだ。表向きはリチャードが会社の代表を務めているものの、フローレスが陰で操っていることは公然の秘密だ。まあここで言ってるからまあわかるけど、並外れて魅力的かつ寛大な彼女はいつも微笑みを浮かべている。噛んでるな。いつも微笑みを浮かべているのちょっと怖いけどね。だからこそこれっぽっちも信用できないのよ。ああ、ジェニーもやっぱそんな感じなんだ。で、この二人がなぜここで何を喋ってるんだろうね。音を立てないように気をつけながら、ジェニーは寄りかかって聞き耳を立てた。ってことは、でもやっぱりじゃあここって、このフローレンスさんの家なのかな？グラッツ財団の。これだけいろいろなことが起こると、あの子を見ている暇がないんだ。あよ、あの後もやっぱりすごい事件が起きたり、もしくは後始末があるのかな？てか、ここにもなんかこの地方特有のアーサントンクリスタルみたいなものがあるよね。本棚っていうか台の中に。大丈夫よ、心配しないで、ウィンストン。まあクリスタルを使った工芸品みたいなものは基本的にこのグラッツ財団が作ってるみたいだから、まあグラッツ財団の象徴みたいなもんだよね。めっちゃ噛んでるけど。大丈夫よ、心配しないで、ウィンストン。好きなだけあの子はここにいていいのよ。あの子たちはいい友達同士だもの。友達？誰のことだ。うわー、なんか嫌な顔するな。さっきジェニーが早く良くなることを望むばかり。葬式ではジェニーが必要以上にことを大きくしてしまったわね。あ、なんかやっぱりそうか、そうだよね。なんかジェニーここで寝たような記憶もないような感じだったけど、さすがに図書館で落ちて気を失ってから初めて身を覚ましたのがここってわけではないんだ。ジェニーはあの子を放っておいてやるべきだったな。これどういう意味だろう。ちょっと5時間あるのかな。そうね、ウィンストン、かわいそうに。ジェニーにとってこの状況は耐え難いほど辛い体験でしょうね。なんかここから推察するにさ、ジェニーが持ってる情報が警官に渡ったら怖いから、このフローレンスさんが監禁してるにも見えるよね。考えすぎかな。母親は牢屋に入れられた。そしてジェニーが図書館で目にしたものは、考えただけでゾッとするわ。しかもヘンリーのことがあってからまだ1年足らずだっていうのに、まあ、もしそうなってくるとさ、やっぱり学長を殺した犯人っていうのはグラッツ財団にゆかりのあるものなのかな。ジェニーは大丈夫だ。とにかく目を離さないようにしてくれ。かなり厄介だと思うが。大丈夫よ、もういろいろと考えてあるから。このなんか余裕しゃくしゃくな顔が怖いな。そんな場面でもないだろうに。ポニーに乗って午後のお茶をして、そして明日はドレスを買いに出かけるの。めっちゃなんかジェニーが嫌そうなことばっかだな。それで思い出したことがあるわ。あなたに渡すものがあるの。
ここで声を上げればおじいさんは気づいてくれそうだけどね。いくら仲が悪いとはいえ、ちゃんと助けるべき時は助けてくれそうだし。ドレスを買いにかける？まず私を監禁して次は拷問する気？怖いな。ここから出なきゃ、今すぐ。でも好奇心には勝てなかった。ないない。グラッツさんが何を取りに行ったのか無視することはできない。それでジェニーは少し待った。まあ、ジェニーほどの行動力があれば、ここから抜け出すことはそんなに難しくはないのかもしれないけど。ん？あ、ここからなんか手がかりが見れる。まあやっぱこのおじいさんだよね。おじいさんってかこれ肖像画か。ナサニエル・グラッツが非難がましい目でジェニーを睨みつけている。なんかこのグラッツ財団の過去の人かな。不気味な老人ね。実際のところこれはアーサーと作った男だ。へえ、そうなんだ。まあ、このグラッツ財団の基礎を作った男とかかな。水晶の鉱脈がつきそうになった時、あ、そんな時があったんだ。水晶の持つユニークな特性に関する研究がこの町、そして会社の未来の繁栄を保証することとなった。へえ、会社だけにとどまらずこの町が全体的に繁栄するようなことをしたんだこの人は。あ、じゃあ次このおじいさん。本官としての義務はウィンストンが生まれながらにして持つものだ。生まれながらにして持つの？これ保安官っていうのが正直ちょっとよくわかんないんだけど、警官とはまた違うものなのかな。父親から息子へと代々受け継がれてきた。へえ、まあそれか警官のやっぱり一部ではあるのかな。その伝統も彼の代で継いようとしていたが、へえ、そうなんだ。ウィストンはなるべくそのことを考えないようにしている。まあ、自分がこの保安官っていう職業がすごい大事に持っているけど、自分の子孫とかにはそれを、そんなものになりたくないって思ってる人がね、大勢いるからできないってことかな、後を継いでもらうのは。まあ好きなら継ぎたいだろうけど、好きじゃなかったらその継ぎたくないよね。自分の人生を決定づけるようなことだからね。あ、これクリスタルね。さっき言ってたけど、セラデウスティ・タンバー・ビトンが水晶の鉱脈をグレート・マウンテンで初めて見つけたとき、名前難しいな、聞いたこともないこんなの。この町の将来に大きな影響を及ぼすとは考えもしなかった。まさかグラッツ家が強引に割り込んで事業を全て横取りしてしまうとは夢にも思っていなかったのよ。あー、そうなの。これを初めて発見した人はグラッツ財団の人じゃなかったんだ。今では街を歩いていて推奨性のものを目にしない方が難しくなった。あ、グラッツ財団がいっぱいここでこういうものを飾ってんだろうね。図書館でもなんか寄付っていう形で置いてあったし。これで終わりかな。ん、なになに、どこに行ったの。あ、そういえばこの水晶を注目してる間におじいさんも亡くなったね。フローレンスさんとこれ、うわすごい目があった。なんかすごいショックで倒れちゃったじゃん。ウィンストン、そこで何をしてるの。ウィンストン、うん、何か物音がしたような気がして、あ、ギリギリ気づかれなかったんだ。鍵穴からジェニーが覗き見てるのは。でも勘いいな、さすが保安官だね。またそんないい年して10代の女の子を監視するなんて、お前監禁しそうだけどね。なんで言えばわかるの。ジェニーはどこにも行きません。いや、外にぐらい出してくれよ。ジェニーの思い過ごしなんだろうが、今の言葉は何か奇妙に聞こえた。まあそうだよね、ただでさえ監禁されてるっていうなんかこう意識がジェニーの中にあるんだから、今の言葉は怖く聞こえるね。不吉ね。まあ、実際本当にフローレンスさんを保護してくれてるのか監禁してるのかは分かんないけど。はい、何これ。どうしてグラッツ夫人が警察の正式な書類を持っているの。そうだよね、怖いな。これは民間人の手に渡るようなもんじゃないんじゃないのかな。あれは満足か。何か裏取引をしてる。これジュリーはどうしてるの。あ、お母さんだよね。安全な場所にいる。牢屋の中だ。あ、でもやっぱり捕まっちゃってるんだ。おそらく冤罪だと思うけど。まさか二人ともお母さんが犯人だとは思っていないでしょうね。まあ、そもそもなんで駆けつけた瞬間にジュリーを逮捕だって言ったのかもわかんないしね。ジュリーを犯人するような根拠があったのかな、この人には。駆けつけた瞬間に。大変な状況ね、ウィンストン。肘を挟まないようにするのも大変でしょうね。ああ、そっか、自分の娘なのか。
ジュリーはもしかしたら、うん、あ、そうなのかな。自分の娘を逮捕していることにもなんのか、さっさと自白してしまえばどれだけ楽なことかと思うわ。いや、なんかこいつの言い分はちょっと怖いよな。全て問題なく対処している。ええ、分かっているわ。あなたほどアーサーとに忠実な人はいないもの。なんかこうジュリーのことを気遣っているようでいて、早く自白とかさせなさいよみたいなことを言ってるように見えるよね。私たちはお互いを助け合っていかないとね。これまで以上に怖いな、癒着じゃん。保安官、応答願います。何何、無線機。どうした。レクルー家にいるのですが、あるものを見つけました。この無線の声はジェニーにも聞こえてんのかな。今すぐそっちに向かう。以上だ。あ、何かはここではわからないんだ。教えてくれないんだ。どうやら給油ができたようね。そうだ。それじゃあフローレス、邪魔したな。おやすみなさい、ウィルソン。でもここでの会話は全く聞かれてないと思ってんだよね。彼女から身を離さないでくれよ。彼女もレクルの端くれだからな。大丈夫、心配しないで。ジェニーは自分の耳を疑った。みんな母さんが殺人犯だと思っている。でも何を根拠に思ってんだろうな。幸いなことに彼女の母親は安全なところにいる。牢屋の中だけどね、安全なのかな。アーサートン刑務所に拘留されている。拘留かな。なんてことなの。このままじゃ母さんが牢屋で朽ち果ててしまう。朽ち果ててしまうってのはおかしいけど。ジェニーは事件を彼らに向かせて、ポニーに乗ったり買い物三昧で週末を楽しむこともできた。できないよ。ダメよ。そうだよね。え、母さんがいつも言ってる、偉大なる探偵は何事も運任せにはしない。かっこいい言葉だねこれ。私が何とかしなきゃ。かっこいいなやっぱり。でもジェニーは子供に過ぎない。一体にてか、これは5時かな。一体彼女に何ができるというのか。これは私のチャンスよ。一生一度の事件よ。あ、でもやっぱりまだそういう意識はあるんだ。すごい。まあ事件探偵で見たらやっぱり事件っていうのは不幸なものだからね。まあでもそれを解決したらお母さんを助け出せるのかな。母さんが私を必要としているの。期待を裏切るわけにはいかない。私の持ち物を見つけてここから出なきゃ。なんかちょっと希望のような BGM が流れているけど、このようにして大いなる冒険が始まった。かっこいいな。なんか少年漫画の冒頭みたいな。でもどうしよう。今回結構またこれぐらいで終わろうかな。でもそうしようかな。じゃあこのなんかすごい希望にあふれるような BGM が流れてますけども、次回この監禁されてる、めっちゃ噛んでるけど、監禁されてると思わしき場所から抜け出そうかな。服もよく見たらパジャマだしね。服とかもちゃんと見つけないと。じゃあ今回はこれで終わると思いますので、よろしくお願いします。まあ何をって感じだけど、時間もよかったらご視聴ください。それじゃあ皆さんまたね。バイバイ。ありがとう。どうなるんだろうね。これから。